ladies and g e n t 皆様、それではこれから第18回 IGF 年次総会ハイレベルパネル 5AI 特別セッションを開示いたします。それではまず来賓の皆様方から貴重講演をいただきます。まず最初に岸田文雄日本国総理大臣にお願いをいたします。keynote s p h i s Excellency 岸田首相どうぞ壇上へインターネット・ガバナンス・フォーラム・京都2023における AI 特別セッションの開催にあたり、ホスト国を代表してご挨拶を申し上げます。 急速に発展している生成 AI のポテンシャルやリスクについて世界中で議論が巻き起こっている中本日各界を代表する方々とともに生成 AI に関する国際的なガバナンスの在り方についてここ日本で議論できることを誇りに思うとともに ご多忙の中、ご参加いただいた皆様に心から御礼を申し上げます。生成 AI はインターネットに匹敵する技術革新とも言われています。インターネットの登場によって、時間や空間の制約を超えて人類がつながるようになり、民主主義と 経済社会に目覚ましい発展をもたらしてきたように生成 AI によって人類の歴史に大きな変化がもたらされようとしています私自身今年に入って若手研究者や AI 開発企業などと直接議論を重ねる中で 生成 AI が秘める無限の可能性を感じてきました生成 AI は単に業務を効率化するだけでなく新薬の創出や新たな医療手法の開発など我々さまざまな分野でイノベーションを加速させ世界に劇的な 変化をもたらすすことが期待されています日本政府として今月中に経済対策をまとめることを予定していますが計算資源の整備や基盤モデル開発に対する支援など AI 開発力の強化や中小企業や医療分野等における AI 導入の推進など、AI 開発、利用、両面に強力に取り組み、しっかりと経済対策に盛り込んでいきたいと考えています。一方で、生成 AI をめぐっては、精緻な偽画像や偽情報による社会の混乱など、 経済社会を脅かすようなリスクや課題,課題も指摘されてきており、幅広い関係者が役割を果たす必要があります。例えば、信頼できる情報の流通を促進するために、情報の発信者を証明・確認できる技術の開発や普及を進めることも 有効だと思いますこのような理解を国際社会全体で正しく共有し連帯して対処していかなければなりません生成 AI の持つ可能性とリスクを踏まえながら推進と規制のバランスを図り生成 AI が経済社会に与えるリスクを 軽減しつつ人,生人類に対する恩恵を最大化していくために今こそ人類の英知を結集することが重要ですこのような考えのもと G7 広島サミットにおいて信頼できる AI の実現に向けた国際的な議論の促進のために 私から広島 AI プロセスの創設を提案して合意を取り付け G7 首脳は担当閣僚に対し年内に成果を出すことを指示いたしました広島 AI プロセスでは信頼できる AI の実現に不可欠な共通原則として すべての AI 関係者向けの国際的な指針を年末までに策定することといたしました特に危機の課題として生成 AI を含む高度な AI システムの開発者向けの国際的な指針や行動規範をこの秋にも開催される予定の G7 首脳オンライン会議に向けて策定を進めています生成 AI は国境を越えてサービス提供され世界中の人々に関係しますこのため広島 AI プロセスではこの IGF の機会も活用し本セッションのような政府 学術界、市民社会、および民間セクターを含むマルチ,マルチステークホルダーの議論を通じて、幅広い意見を取り入れていくつもりです。本日ご参加の G7 を超えた幅広い皆様のご意見をお聞きすることで、グローバルサウスを含む国際社会全体が安心、安全、 信頼できる生成 AI の恩恵を享受し、さらなる経済成長や生活環境の改善を実現できるような国際的なルール作りを牽引してまいります。最後に、この AI 特別セッションにおいて、国際機関、各国政府、AI 開発企業、研究者、 市民社会を代表する方々の間で有意義な議論が行われ、後に生成 AI に関する議論の転機となったと評価されるような歴史的な会議となることを記念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。ご清聴、誠にありがとうございました。Thank you very much, ありがとうございました。続きましてラッパー社 CEO 兼社長。 二千二十一年ノーベル平和賞受賞者マリア・レッサ様から貴重講演をいただきますお願いいたします <noise>、えー、私少し、えー、背伸びをしないとマイクに届かないようで、えー、まず、えー、日本 各国の皆様に感謝申し上げます私は IGF に参加するのは今回初めてということになりますけれども皆様のその知恵というものを集めるこの場として大変素晴らしい場だと思っております。今現在のこの状況というものを理解した上でそして行動を取っていく必要があります。 生成 AI に関します取りり組みのお話がありました。それにしましても感謝を申し上げます。今現在どういった問題に直面しているのかというお話をしたいと思います。今現在真実が攻撃を受けています。情報戦争が起こっているわけです。偽情情報、報すなわち情報が… 森林火災のように広がりそしてそれが現実というものを変えていますそして力パワーこれがまさにソーシャルメディアソーシャルメディアがその一つの,その大きな勢力になっているわけです2018年に大きな MIT のステディが行われましたけれどもソーシャルメディアは今急激に広がっているということが発表されておりますそしてラプラプデータによりますと この広まれというものはその恐怖とともにまた怒りとともにまたその憎しみとともにこのような偽情報というのは広がるということが言われておりますダニエル・カーニマがこのように言っています Thinking f a s t という本能的感情的な面と Thinking Slow という合理的な側面がある理想的な面があるというふうに人間のことを説明しています でこのール的な面理性的なものというものはジャーナリズムとか法の司法そして法による支配そして民主,民主主義といった、まあ、このような議論の場を表していますそして理性というものを超えるようにこの恐怖というものが広がりそしてそれが我々攻撃しているわけですそして皆様の注意を引く必要があると思います どのように皆さんが感じるのかを変える必要がありますそして何を変えるのかそしてどのように行動するのかということを変えていく必要がありますそれはまさにデザインの長所だと思いますまずソーシャルメディアのコンタクトがありますそしてその嘘というものが急激に広がりますそして例えば利益だとかそれから資本主義というものを悪用してこの世界というものを転覆させようとしています ネットフリックスのスラニシングというものがありますけれどもご覧になってますでしょうか物事がひっくり返っているような世界です我々まさにそのようなひっくり返った世界に住んでいるとそのような状況になっていますで皆様が例えばあらゆることがそのグーグルというものでカバーされそしてこのような問題というものは怪物となってきています そこで新しいゲートキーパーこれは原始主義者によりましても利用されていますそして真実に対しまして嘘を言う人たちこれをコントロールする必要があります2026年嘘なしにその真実そしてこの 真実がなければ共通の現実というものは生まれませんし法の支配というものも不可能ですそして民主主義も不可能ですあと2分しかございません何をしなければならないのか自然に考えますとまず私たちの求めるインターネットというのは5つの価値観を有しています事務総長もおっしゃってますがリーダーシップファネルにおいて2年間の間にディスカッションするそれは正直で オープンでそして皆様にお願いしたいのは実際に行動に移してもらいたいということですで、2つ考えてもらいたいと思います1つは各個人を超えたインパクトですこれは、えー、行動的な面ということになりますもし皆さんが、えー、事実というものがなければその適切な 選挙はできないということになりますしまた2025年というものは大変重要な選挙の年ということになりますしたがって皆様議員の皆様市民社会の方々政府の方々 NGO の方々そしてジャーナリストの皆さん我々それぞれが役割を果たす必要があります我々は本当にもう最後のバスケットの最後の民主主義の2分2分だと考えていますそししててこのの2分間使いましてどのような IGF に関しましまてのイニシアティブ昨年ですけれどもノーベル賞の,のサミットがワシントンで行われましてそして今年300人のノーベル賞受賞者そして市民社会の方々がマル,ーーマルチステークオーダーのアレンジメントで会合をもちます自由のアクションポイントを設けました。 3つに分けていますけれどもこういったものを利用することでそれぞれが、えー、行動に移すことができますまず一番最初にサビエランスを止める利益のためのサビエランスをやめるということそして、えー、我々の2つ目ですけれどもこれを、えー バイアスをやめるということエジキューティーププラスだとか女性だとか終焉化へへされないように変異化ということが必要になりますそして信頼性のレイヤーを構築していく必要があります三つ目にジアナリストですこれが軍主,主義に対しますゲトグになるということです以上ですありがとうございましたレスターさんありがとうございました Next. I like、では次にウルリック・ベスタガード・クヌスセン OECD 事務次長にご挨拶を、基調講演をいただきます。では、クヌスセン事務次長、どうぞ。ありがとうございます。前のスピーカーと全く逆で、私、背が高すぎて、背伸びは必要ないようですね。 平和賞受賞者と日本の首相の後にお話をさせていただき大変嬉しく思っております生成 AI グローバル AI の特別セッションにお招きいただきありがとうございます広島 AI プロセスは日本が先導していただいておりありがとうございます技術が大きく変わっていますそれによってものすごく大きなチャンスを手にしましたしかし一方でリスク これは生存の危機というふうに言う人もいるぐらいのリスクにさらされています。OECD は60年前に作られました。非常にシンプルですけども前提はシンプルです。国際 協力は繁栄や成長のために重要であるというものですその60年の間私たちはエビデンスをベースにして政策を作ってお互いにデータ分析あるいは交流を行ってクロスボーダーの課題に取り込んできました例えば貿易の自由化あるいは多国籍企業のガイドラインあるいは租税の枠組み140ぐらいの 税ののジュリスィクションがありまますすけれれどももそにに一般的に使われるものを作っていますつまりは OECD としてはより良い政策より良い生活のために機能してきたと言えますそういう意味でデジタル政策もその例外ではありませんむしろ逆です OECD はここでは重要な世界基準を導入する必要があります昨年 ガバメントアクセスに関してデクラレーションを行いましたそうこういったスタンダードそれからそれ以外のブロードバンドの接続性データガバナンスデジタルセキュリティこういったガイダンスがあることによりまして各国がデジタル変革のメリットを享受することができますしイノベーションを背を押すことができますそしてまた責任そして信頼を高めるという意味においても意味がありますまたこの10年ぐらい AI に注目をして できました AI があることによって特に生成 AI を一般市民が使うことができるようになって人類は本当にこれから分水嶺に到達するという風な状況だというふうに思います。多分人間もその 私たちが今日とる活動によって今後人類が大きく影響を受けるというふうになります生産性それから教育健康気候変動いろんなものに AI が影響しますけれどもまたプライバシーや安全自立性そしてある程度仕事にも影響を及ぼすと思います G7 メンバー 日本が今年議長国でありますけれども生成 AI が誤情報あるいは偽情報をもたらすそしてまた社会の団結が危なくなるというふうなことも認識をしています。同時にに著作権それから演算力というものは必要になりますでなければきちんとしたアクセス権が担保できません。皆さん我々としてはガバナンス それから安全な AI の開発とそれから社会実装を考えていかなければいけません。OECD としては2019年の AI に関する勧告を行っておりますけれどもこれが政府間の最初のスタンダードになったと思っております。私たちは OECDAI Policy Observatory というものがありましてそこでさまざまなツールとかメトリックスをご案内しています。また最 新の AI インシデンスモニターというものもありましてこういったものを使って世界各国の政策のもとにしていただけたらと思っておりますまた今ものすごいスピードでいろんなものが進んでおいますですのでテクノロジーが社会に安全でメリットがあるものになるように担保していかなければなりません一方で多くの質問はありながら疑問はありながら答えが出ていないものがたくさんあります例えばイノベーションとかガバナンス 規制こういったものに関しては AI に対してどうしたらいいのか既存の枠組みは AI でもうまくいくのか食品の安全性とかそういったものはうまく AI があっても機能するのかということをこの移行期に考えていかなければいけません。 パワフルな技術が限られた国や限られた企業に握られないためにはどうしたらいいのかということも考えていかねばなりません一方でこれは大きなチャンスでもあります我々としては民主的な形でいろんなことを手にすることができるからですしかしこういった疑問はありながらも私たちが政策を導入することによってそのメリットを享受できないようにしてはなりません 私たちがこういった疑問に対して答えを出していくには国際的な協調が必要です OECD としては国際的なパートナーと一緒になりまして議論をしていきたいと思っておりますそしてエビデンスベースの政策ができるようにと思っております G7 は非常に重要です日本が G7 の議長国でいらしてそういう意味でこの政策上の AI の重要性について言及してくださいました その2016年の時にまず AI について日本が議長国として言及をしてくださいましたけれども G20 としても AI の原則も作ろうということで今回広島の AI プロセスというのは本当に必然であったと考えています私たち今後指針それから行動規範がこれから AI システムのために作られることになります我々 OECD としてはいろんな形でこの グローバルチャレンジあるいはユネスコそしてそれ以外のところと協力をすることを大変嬉しく思っておりますけれども一方でさまざまなアクターさまざまな AI の側面に関する包括的なそのガイダンスも作っていきたいと思っております。 AI のガバナンスというのはステークホルダーエンゲージメントなくしては実行できません。マルチステークホルダーというのは OECD でも使ってきたものです。例えば400以上のエクスパートが政府やそれから学会そ,れそして市民社会から参加している AI のワーキンググループというのがあります。また別のワーキンググループにおいても同じような形で AI に関してマルチステークホルダーで OECD をやっております。ですのでこういった形で全ての 人たたちにタッチででききるよううな政策を作っていいいということこありますスティーブン・ホーキングがインテリジェンスを定義しています。これは変化に適応できる能力のことをインテリジェンスとい,うというふうにスティーブン・ホーキング博士はおっしゃっています。ですので私たちは AI の進展に関しては政策もついていかねばなりません。そうしないというチョイスはありません。以上になります。どうもありがとうございました。ルセン ありがとうございました、えー、残念ですが岸田朝織大臣はスケジュールの関係でこの段階で、えー、講談されます拍手をお願いいたします それではパネルディスカッションを開始いたします東京大学未来ビジョン研究センター准教授エマ・アリサアー様にモデレーターをお願いしておりますそれではエマ様お願いいたします So, uh, good morning. 皆様おはようございます。エーマ・アリサと申します。エーマーが上の名前になります。私は東京大学の准教授です。本日は最近素晴らしいパネルセッションのモデレーターを務めることを光栄に思います。まずパネルストをご紹介いたします。こちら側からご,説明ご紹介いたします。私の隣ですが、えー メタのニック・クレレイググローバルフィアフズプレジデントになりますそして、ブラジルのアンドラージ外務省科学技術取材局長でいらっしゃいます。そして、3人目がシンガポールのデニス・ボン情報通信メディア開発庁長,長官補でいらっしゃいます。 そして次にインドネシアネザル通信情報副大臣でいらっしゃいますそしてグーグル社ケント・ウォーカーグローバルアフィアーズプレジデントでいらっしゃいますそして鈴木総務大臣でいらっしゃいますそして ピントオサーフ IGF リーダーシップ議長でいらっしゃいますインターネットの父と呼ばれていますえそしてその隣が慶應義塾大学村井淳教授でいらっしゃいます日本のインターネットの父と呼ばれていますえそして、えー 最後 ITU ドリーン・ボグダン・マーティン事務総局長でいらっしゃいます so,、uh, we have それではこのように大変素晴らしいパネルですとご参加いただいておりますけれどもパネルディスカッションに入る前に鈴木総務大臣から今現在の広島 AI プロセスに関しましてご説明をいただきます それでは大臣お願いいたしますはい皆様おはようございます総務大臣の鈴木淳二と申しますこの度はインターネットガバナンスフォーラム京都2023にご指摘いただきまして誠にありがとうございますまたマリアレス様 OECD クヌス事務次長におかれましては大変資産に富む貴重講演をいただきまして誠にありがとうございました さて私からはこの後実施するマルチステークホルダーの皆様とのパネルディスカッションに向けて広島 AI プロセスの議論の状況についてご紹介をさせていただきます現在急速に発展普及しております生成 AI につきましては経済社会のに与えるリスクを軽減しつつ人類に対する恩恵を最大化していくことが私たち国際社会の責務であります 本年4月に開催されました G7 群馬高崎デジタル技術大臣会合では生成 AI のもたらす機会とリスクについて早急に議論を行い OECD や AI に関する官民の国際連携組織である GPay を活用して AI ガバナンス透明性の促進等の5つの論点を含む生成 AI に関する国際的な 議論を行うための場を早急に設けることについて合意いたしましたそして G7 広島市のコミュニティにおいて広島 AI プロセスとして議論が続けることといたしましたその後9月に広島 AI プロセス G7 デジタル技術閣僚声明を取りまとめ次の点に合意いたしました1つ透明性の確保等の課題に優先的に取り組む必要性2つ すべての AI 関係者向けの国際的な指針および AI 開発者向けの行動規範の策定3つ偽情報対策に対する資する研究の促進等のプロジェクトベースの協力4つ G7 の政府以外のステークホルダーとの意見交換の重要性の4点であります本日のセッションでは現在検討を進めております AI 開発者向けの国際的な指針および行動規範の内容についてパネルにご参加いただく皆様からご意見を頂戴したいと考えております AI 開発者向けの国際的な指針は安全,で信頼できる安全で安心、信頼できる AI の実現に向けて AI 開発者に求める事項を整理したものであり開発者に求める具体的なアクションについては行動規範として打ち出してまいりたいと考えております まず1点目は高度な AI システムの社会に対するリスクの軽減措置ですこれには AI モデルの市場投入前にリスクの特定評価および低減のために取るべき措置や市場投入後にもシステムの脆弱性に対応するために取るべき措置が含まれております AI 開発企業はどのようにリスクや脆弱性を念頭に対策を実施すべきでしょうか 2点目が、高度な AI システムのリスクや適切な使い方に関する情報の公開や、関係者間での情報共有です。利用者が安心をして AI システムを利用できますように、企業は安全性評価の結果や、AI モデルの能力および限界等を明らかにする必要があると考えられます。また、プライバシーや AI の管理に関する自社ポリ,ティを自社ポリシーを策定し、公開することも含まれます。 あるいはさまざまな関係者の間でベストプラクティスを開発共有するための仕組みを構築することも等も考えられます3点目が AI のもたらすリスクを技術的に軽減するための研究や投資の促進であります例えば電子透かし技術や情報の来歴管理技術等の AI が生成したコンテンツを利用者が識別できる仕組みの開発や導入等が考えられます これらのほか気候変動やグローバルヘルス教育等の世界が直面をする重要課題に対処するために高度な AI システムの開発を優先することや高度な AI システムに入力するデータの適切な取り扱い等も必要になると考えられます本日の AI 特別セッションは多様なバックグラウンドを持つ皆様方のご意見を直接お伺いする貴重な機会と考えており今から行われる議論を心から楽しみに出しております どうか汚いご意見を賜りますようによろしくお願いします。本日のこのセッションがパネルにご参加いただく皆様だけで,だけではなくて、会場及びオンラインで議論をお聞き下っております方が含めた、すべての皆様にとって有意義な場ーなことを記念いたしまして、私のご挨いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。Thank you very much. 情報豊かなプレゼンテーション鈴木大臣どうもありがとうございましたではパネリストの皆さんに重要な広島 AI プロセスの側面についてのご意見を伺いつつやっていきたいと思いますではまずその質問1ですどのような種類の AI システム特に 基モモデデルルのようなな高度な AI モデルを開発ままたは市場に投入していますかどのように使っていますかどのようなソリューションやメリットを提供しようとしていますか開発している高度な AI システムに関連する主なリスク課題は何だとお考えでそれらに対してどう対処していますかという質問ですけれどもこれに関して今の状況について生成 AI それから a 基盤モデルなどについてお話を伺いたいわけですけれども Google のそれからメタこの2社について AI 開発しておられますのでご質問しますまずはケントウォーカー社長どうでしょう5分差し上げますお答えくださいえ、先生どうもありがとうございますそして今日はどうもありがとうございます AI のパワーは膨大ですだから大胆にそして責任を持って開発する必要がありますこれチャットボットどころではありません これは私たちがサイエンスをやるやり方テクノロジーを開発するやり方も変えますもちろん先ほどのパネルにテクノロジーの担当のお二人に拍手をいただいたことは嬉しいことですで、これは基盤なんですテクノロジーというのがもちろん AI をもう何人も使っていますリサーチとか翻訳とかマッピングに使っていますでもそれどころではないもっと重要なことでも使えるわけです それが例えば量子科学であるとか素材の科学あるいは精度の高い農業や低難ランメドの医療あるいは世界中に飲める水を人々に届けることができるようなそういうことすらできるようになるのでエクサイティングです私たちのディープマインドチームが例えばタンパク質がどのように表現するかということで2億のタンパク質が 発見されましたなので何億年というふうに多分こんなふうにやろうとしたら手作業ではかかったというふうに思いますでも日本の子どもたちに生物学者としてトレーニングをしてこの3年間タンパク質のことだけをやらせてようやっと3年間で到達できるような数字です世界中の12年ぐらいのリサーチャーがこのようにやって医療を進めてきたわけですこのようなことが今後も 発生するはずですただ同時にいろんなチャンスはあるんですでもこれは責任それからセキュリティこういったことと一緒にやっていかなければなりません一社あるいは一企業の集団だけができることではありません私たちは業界横並びでやっていかなければいけませんこういうフォーフォーラムあるいはその AI のさまざまなフォーラムなどで例えば どういうスタンダードを使うべきかどういうリサーチをやるべきかを語り合いつつやっていく必要があります。また世界の政府そして皆さんのような市民社会の方々にも皆さんに私たちのやることが影響するわけですから参加していただく必要があります。そそういうい意味で日本そしてて広島、AI、プロセスこれによってイノベーション でチャンスを特定し一方でこれを視力深くバランスをとっていかなければいけないというプロセスを作ってくださったことを日本政府に感謝するものであります。セキュリティ対オープンどのようにバランスを取るのかそれから効率対平等性どういうふうにバランスを取るのかこういったところはものすごく重要で基本的な重要な問題だというふうに思っております。なのでのので IGF 皆さんのお知恵を借りつ 借りながらやっていきたいというふうに思っています。ありがとうございました、ウォーカー社長。では次にニック・クレイグ社長にご意見を伺います。5分差し上げますね。はい。えー、先ほどケンとか言ったように AI は。 多分1950年代から Google らとかメタとかそういう会社のリサーチをやってきたそういう歴史があります私たちリサーチをやってる会社は AI を使って AI をプロダクトの中に何年も前から使ってきたんですでもこの最新の大規模言語モデルこれは ものすごく高くて演算力も必要でデータも必要なのではあるんですけどもこれが本当に大飛躍をもたらしていますこのような会議,会議でもこれはいいこと悪いことあるいは世界の形を変えるとかいろんな議論をしておりますけれども将来何が起こるのかというふうな仮説も立てられておりますけれども3点重要なことがあります。まず1点目可能でであれば先ほどど事務次官がおっっしゃったんですけどもそのテクノロジーを 多くの人の手に届かれる必要があります私としてはテクノロジーは共有するべきだというふうに思ってますオープンイノベーションであるべきでそしてオープンソーシングであるべきだと思いますその基盤モデルに関しては グーグルの話はできませんけどもメタにおいてはオープンソースで1000以上の AI のデータベースモデルを公開しています。まあやらないものもあります。でも可能な限り可能な場合においてはテクノロジーをより多くシェアした方がいいと思うんです。というのもリスクとしてテクノロジーが唯一非常に限られたものすごくシリ利源のたくさん 資源のたくさんあるお金もたくさんある GPU のキャパもあるところだけが開発してしまうというのは良くないというふうに思っているのでオープンソースをしています私たちのラマ2であるとかそれから3000万ぐらいのもうすでに大規模原稿モデル私たちのものは利用がされています中国なんかも使ってくれています。それれから,それが1点,目から2点目ですけども 人の本質として最悪を考えてしまいますよね。でも一方で AI はその盾ではなくそのなぎなたなんです。それからあの剣。 だけではなく、縦にもなるんです。ヘイトスピーチなんかに関しても守ってくれます。そのヘイトスピーチっていうのはものすごくフェイスブックん0.0。1%ぐらいだったのが z で2%ぐらいになっているかもしれませんけれども、その facebook をずっと探さないと。その。 とスピーチが見つからないぐらいになっています本当は1万ぐらいのコンテンツを探してもそのぐらいしか見つからないというふうな状況になっています言いたいのはこれが下がったのは 60%くらい減ったんです。過去18ヶ月、20ヶ月ぐらいでその理由は一つです。AI を使ったから下がったんです。もちろん AI によって新しい課題もできてきました。でも素晴らしいツールでもあるんです。先ほど首相がおっしゃいました。その悪いことをその最低限にしていいことを増幅しましょうという話なんです。 でリスクと対応するにあたってもちろん長期的的ななな潜在的な生存の危機に関わるるようなリスクもあるという,ふうに思いいますいわゆる AI がその自分で歩き出してしまってというふうなそして AI がそれ独立してしまうというふうなことも考えますけれどもでも今私たちとしてはある種の産業横断的に政府ステークホルダー横断的にその、えー 来歴に関してきちんとやりましょうよという合意を結ぶチャンスがあると思います。特に画像に関して、そしてまた、えー、その利用に関して基準ができれば、よりその AI を使う安全性が高まるというふうに思うんです。来年選挙がありますという話ですけども、それのみならず世界が安全になると思います。クレイグさんどうもありがとうございました。 もちろんいろんな質問をこの2人に聞きたいというふうに思いますけれどもでまあ私の質問で我慢していただきたいんですけれども次の質問に移りたいというふうに思います。前の質問においては AI の企業が高度な AI システムを作っているアプリケーションを作っているということだったんですけれどもでも同時にディスクとか 課題に関ししししててても対応しよううととと頑張っっいいらっしゃるということですですのでこの高度な AI システムの開発者向けの指針と行動規範ではモデルのリリースや市場投入に先立って組織がリスクや課題に対してどのような対策や行動をとるべきかまたリ,スク失礼リリース後も脆弱性への対処やリスクの軽減に軽減すべきかということが定められています。 どういうリスク、課題が最も重要だと思われますかどのような技術的対策や行動が最も効果的だと思いますかというのが私の次の質問であります。まずはネザル副大臣にお答えをいただいて、情報を3分でお願いできたらと思います。ありがとうございます。えー、各家、そしてスピーカーの皆様、ご参加の皆様、こんにちは。まず、 このセッションの主催者の皆様に感謝申し上げます。同じ壇上で世界中の方々から AI に関します議論のできる、まさにそのフォトトピックに関しましてディスカッションできる機会をいただきましてありがとうございます。AI によりまして商業分野においての効率も高まりましたし、2021年に AI は2600万人の労働者をイノシアで追加いたしました。 そしててこれがにに相当すするようになっておりますで AI はまたさまざまなリスクもありますプライバシーだとか資材、えー、の深海だとかバイアスをもたらすだとかまたはハロシネーションというものが言われておりますそのうち我々が注意を向けるべき問題としてはこういったものがあるわけです。 インドネシアにおいては我々のアプローチを強化しています。そしてリスクを緩和しようと考えています。これは政策においても実務レベルにおいてもそうです。マイルストーンといたしまして、このようなコミットメントですが、4年前にま日本で取り組みが始まりました。G20 の AY の原則というものが発表されまして、 AI に関します気通の理解、そうした可能性に関します理解というものを深まってまいりました。また、広島 AI プロセスですが、先ほど鈴木総務大臣からも話がありました。様々なステークホルダーを関与させ、G7 の各国だけではなく、様々な方々の意見を集める。 とということをたてらっしゃいますそしてさまざまなリスク AI に関しまして生成 AI に関しましてそうですが我々こういったリスクに対しましてグローバルなコミュニティは迅速にアクションを取る必要があります。インドネシアは我々は静かに待っているわけではありません。我々も開発を始めました我々の AI ガバナンスエコシステムを2020年に立ち上げています。様々な政策を通しましまてすなわち AI に関ししまますす。国家戦略も出しておりますそして AI のガバナンスエコシステムの開発おそれに伴いまして開設しておりますそしてまた AI ベースプログラムを開発出します企業向けのガイドラインというものを設けておりますしまた個人データの保護こちらは個人データの保護法をもとに強化をしております。 そして AI をもとにいたしました個人情報はよりそ複雑な個人データを有しております。そしてそれを保護していく必要があります。またそれ以外にもアクセラレーターを設け AI に関します倫理に関します議論も行っております。そして SF として地域のこの地域という 知恵というものののを集めそして AI のガバナンスの策定に取りり組んでおります、まあ、政府だけでは十分ではありません。このようなプロセスにおいて政府だけでは十分ではありませんのでさまざ、あ、まなステークオーダーの参画を要請いたします。そして我々の政策に貢献いただきまたエコシステムの構築に貢献いただきたいと考えています。特に我々は今現在ユースケースの探索を行っています。 テクノロジーこのテクノロジー化、AI のその利用におきますリスクを低減するようなテクノロジーも検討しております。AI ガバナンスだけでは十分ではありませんので、さまざまな脅威がございますので、追加的なポジティブな AI の影響というものをあらゆる方々に提供できるようにしていく必要があります。そのためには、そのための政策も必要になりますし、特に、 コンテンツのモデレーションだとか、また非差別的な対応だとか、それからデジタルリテラシーを改善していく必要があります。インドネシアはさらにこのようなディスカッションを深めたいと考えています。AI のグローバルでのガバナンスに関しましてです。特に我々はさまざまな国の橋渡し役割を果たしたいと思っています。AI の様々な 成熟レベルというものがありますけれども、その橋渡し役を果たしたいと思っておりますしまた、将来、我々の社会のベルビーイングのためにこの AI が活用できるようになるように政策というものを検討したいと考えております。うん、野沢さん、ありがとうございました。えー、それでは同じ質問になりますが、えー、松尾さん、お願いいたします。ありがとうございます。 まず課題に関しましてお話をしたいと思います開発途上国の声を集める必要がありますこれは簡単ではありませんこの問題というのは複雑であって単純に解決できるものではありませんですので日本の日本政府の皆様がこのような議論の場を解説設けてくださいまして大変感謝申し上げます そしてこのプロセスを、えー、オープンでまた包摂的なものにするということの、えー、これは極めて重要だと思います AI を見渡しますと、まあ、これがどのように、えー、アクターそしてこれに対しまして影響を与えるのかそしてリスクとそのリス,リ,スリスクに対します対策を考える必要がありますラージランゲージモデルを少数,数の会社が開発したものでで、えー そしてそれに対しまして広島 AI プロセスにおいて今現在の状況に関しましてを行っているとそしてまた市場に関しましてもこれ現在は集中した市場というとことになりますけれどもこれが将来的にはさらに広がっていくかもしれませんしたがって先ほどお話もありましたように開発途上国の組織機関ともいうものが 各国そしてコミュニティにおいてのそれぞれのオーナーシップというのをもすべきだと思いますその主な問題というのはこういったモデルのローカ,ローカルの現実に対しまして起用ですどのようにモデルをトレーニングするのかそのそれぞれのローカルの環境各国の環境を合わせましたような形でどのようにモデルをトレーニングしていくのかということを考える必要がありますしまたインセンティブですその各国のイノベーションエコシステムを推進するために 多くの,その国内企業というものを育成していく必要があると思います。オープンオープン a のようなその会社というものをその各国が持つというのは現実的ではないかもしれませんけれども、それのような取り組み、各国のエコシステムにインセンティーブを与えるということ、そしてこのマーケットというものを民主化する、大衆化するということの重要性です。それからもう一つは リスクとリスクの緩和に関しまして、今現在のそのリスクの理解に関しまして大きなリスクを見つめる必要があります。AI というのは経済そして社会デジタル分断というものを広げる広げる必要可能性があります。これが大きなリスクになります。 そしてセーフティーバイデザインというコンセプトがありますけれどもこの分野において多くのアクターの方がそのようなコンセプトを共有していますそして新しいテクノロジー AI モデルこちらはデザインにおいて包摂的である必要があります社会的な包摂性デジタルの包摂性というものが我々の議論の主要な議題であるべきだと考えます松田さんありがとうございました それでは3つ目の質問に移りたいと思います。 今お話がありましたように行動規範そして指針が原因としてできておりますけれどもこちらが AI 開発者に対しまして責任を持って情報を共有するセキュリティと安全性のリスクに関しましてですねそしてまたこういったリスクに対しますアクション対策だとかそれから透明性のレポートを出すということだとかまたプライバシーポリシー <noise> A ガバナンスポリシーを開示するということを要請しておりますけれどもこういった組織というものはどのような情報を共有するか 共有すするるべべききででししししょょううかかままた誰に対て特に透明性レポートに関しましては、えー、どのようなあ情報を含めるべきでしょうかまた情報共有ですけれどもこれをバリューチェーンに基づいてどのように最良に実行することができますでしょうかこういった問題に関しまして、えー、ウィン・ウィンサーフさんの方からお回答いただきたいと思います。お願いいいたしままますすありがとうございますではまず 私の感謝を申し上げたいと思いますまず総理大臣から冒頭で AI とインターネットガバナンスフォーラムについてのご発言をいただきました本当に希望にあふれたあそしてとても心強いご発言であったと思います御礼申し上げますそれからもう一つ申し上げたいことがありますそれは 類似性があるとということですインターネットというのは非常に大きなソフトウェアのアーティファクトにすぎませんアーティフィシャルインテリジェンスそしてマシンラーニングつまり人工知能と機械学習も同じです。私は若い研究者 としてソフトウェアを使って独自の小さな宇宙を作ることができるということに感銘しましたそしてその小さな宇宙があなたがやってほしいことを指示することをやってくれるんですで、その次に分かったのは指示やしたことをやってくれるけれどもやってほしいことはやってくれないことがあるとでその差がバグでしたそして もう一つ分かったのはバグがいかに簡単に作り込めるかそしてそれを見つけてソフトウェアで実際に直すのがいかに難しいかということでした。でこれがなぜ重要かと言いますと皆様が今まで聞いてきた人工知能とか機械学習についてのことというのは一般論としてソフトウェアにも適用できるということです。ですから私たちは単純に AI と ML の開発のルールだけではなくて一般論にソフトウェア開発のルールを考えなければいけません私どもはソフトウェアに大きく依存するようになりましたソフトウェアこそが今最も強力でそして適応性のあるテクノロジーだと思いますそして機械学習はそれをさらに一歩進めてしまいましたただ依存性には必ずリスクがありますこの点は誰もが繰り返しておっしゃってましたその結果として リスクというのはその応用つまり機械学習とかエアモデルなどがどのような応用にされるかということによって決まるわけですそこで例えば単一障害点とかそれから副作用というのがこのようなソフトウェアに大きく依存するようになってしまってきますでそこがやはり責任つまり責任ある ソフトウェアの開発とと利用という問題になりますそれから倫理の問題にも展開します研究と学会ではどのような研究を行ってどのような条件下で研究をするのか授業がどうやってそういった AI とか機械学習それからソフトウェア全体を使うのか。 そしてこういったシステムをどのように統制ガバナンスするのかということですガバナンスについてはいろいろな重要な取り組みの話がありましたが今のご質問は情報共有についてでしたまあそれについてはいくつか共有したい点がありますまず一つはその学習素材のソースですどこからこの学習コンテンツが来たのかということですで、機械学習のシステムを使うときに必ずそのソース の素材というのがどのように応用されたか適用されたかということを知ることが必要ですそうすればその品質結果のシステムの品質についての示唆を得られるからですそれからもう一つ理解しなければいけないことそれはどのような条件下でこういったシステムが誤った振る舞いをするのかということですでそれを予測するのがどんどん難しくなりましたシステム自体が複雑化しているからですそしてそのシステムの機能というのは 例えば「if」「zhen」「else」のような私が開発したようなソフトウェアとは違って非常に確率論に基づいたシステムで確率正確である確率もあれば正確でない確率もあるわけです結果が。ですから情報を共有する場合には我々の経験を共有するだけでなく消費者とこういったシステムのアプリ ユーザーに対してどのような害が発生しているかについても情報を必ず提供するべきだと思います。で EU 欧州連合はアプリケーションのリスクファクターというのを分類してます。ハイリスクの例えば医療とか医療についてのアドバイスとかあるいは医療診断とかそういうハイリスクについてはもっと使われているソフトウェアを厳格に 調べるべきだと言っています。一方、エンターテイメント用のソフトウェアでしたら、リスクファクターは低いわけです。で、ちょっと時間をオーバーしました。申し訳ありません。あの、司会者が、あの、なんだかマイクをちょっと揺らしてらっしゃるので。ここで終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。 ウィンサーフさん、もっと時間があればと本当に願っていたんですが、残念です。では次にウォンさんの方から同じ質問にお答えいただけますか。ありがとうございます。そして日本政府ホスト国に御礼申し上げます。シンガポールというのは常に AI ガバナンスに関心がありました。AI モデルガバナンスフレームワークを二千十八年につきまして、それを二千二十二年に更新し、そして次のアップデートを今年の六月に考えています。そしてあの。 オーープンソースファウンデーションとグローバルなプラットフォームとそしてダイアログを AI カンファナンスの問題について推し,しましたそしてペーパーを書いていろいろなリスクそれから課題そして実践的なソリューションなど ジェネラリティブ生成 AI とそのリスクそして将来の道について書きましたでこれについて我々はあの政策立案者そして業界が今後一緒に共有責任のフレームワークというのを最初のステップとして作ってそして各当事者あそしてモデルの開発のライフサイクルの全当事者の責任を確定しえそしてどのような保護措置などを取るべきかを特定できると考えていますで共有できる情報という 特にモデルの開発者でしたらモデルがどのように開発されたのかそして検証されたのかそれからどのような学習トレーニングセットを使ったかの透明性も必要です。それからエンドユーザーにとっては情報提供する情報としては例えばモデルのパフォーマンスの制約とかあるいはデータで,で,で ユーザーがデータに入力したものを、会社がどのように使って、さらにモデルの改良をしているのかというような情報です。で、共有の責任性のフレームワークというのは、ソフトウェア開発ではよく使われているんですが、これを作ることによって責任の分担をすることができると思います。そして、あ、まあまあ、これによって、まあ。 こういったモデルは本当に基盤的なあのを持っているので、もう一つ複雑性の層を加えることになりますが、ただ、このモデルについての情報を標準化することによって、モデルの開理やそれからユーザーがモデルのリスク評価ができます。また、AI 生成コンテンツの透かし、そしてラベリングによって、そのコンテンツを生産した人たちがより情報に基づいた意思決定、選択をすることができるようになります。その意味で と国際的にいろいろなステークホルダーがあこのプロセスでは素晴らしい仕事をしていらっしゃることを評価したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました、モンさん。では次の質問に参りたいと思います。 まず国際的な指針とそして行動規範の草案の中には AI の開発者が今後コンテンツの認証のためのセキュリティ対策あるいは技術的な対策に投資あるいは開発するための原則とか行動がうたわれています。まあ、その認証のメカニズムとしては透かしとかそれからコンテンツの来歴管理それからデータ入力の制御措置などです。で今後組織が投資あるいは開発するのが最も有効であると考えられる対策はどのようなものでしょうか。 そこでまずウォーカーさんに先にお答えいただきます3分どうぞありがとうございますあの大規模言語モデル今使われているようなものというのはあの検索の問題から発生しました検索をすると検索用語を使ってそしてインターネットを検索するわけですがそうすると同意 とかあるいは関連したコンセプト例えば英国王がスペインの女王で関係になるかとかいうそういう関係性まで自分で研究しなきゃいけないわけです。それについて何十年も前行われた調査は英語とそしていろいろな言語の全ての言葉を数学的な項とか因子でマッピングしました。そして5年6年前さらなる研究調査によってトランスフォーマーというアーキテクチャが発表されました。これによって全ての 人間の言語の豊かさを理解することができるんです。もう世界の言語というのは数千になるそうです。で、そこからいろいろなことを学習しました。インターネットのコンテンツで学習したことがこういったセキュリティとかあるいはコンテンツのあの認証などにも使えると思います。例えばセキュリティの面では我々はまあ集団で作業をすることが必要です。セーフ AI フレームワーク、安全な AI フレームワーク、まあこれセーフと呼ばれているんですけどもこれを作りました。で、これはエコシステム的なアプローチを を取ってモデルウェイトとか他の収穫的な情報が必要であればあの使えるようにセキュリスキュアな形で開示できるようにすると一方でこういったツールの認証については今いろいろな努力が進んでいますまずシンフォアイデというのがありましてここではこれは動画とそして画像など をピクセルルのレベルで認識しますつまり転換されていてもあるいは逆さまになっていても色が変わっていたとしてもそのソースを認証することができるわけです。それから2つ目はこの検索のイメージです。つまりいつ画像が最初にインターネットにアップロードされたかの来歴を知ることができます。それれから新ししいいポリシーを採用していますこれは 生成 AI を例えば選挙の広告に使ってそれが誤解を生むあるいは選挙結果を変えるような気が持つようなものについては開示するということをしていますで、こういったことがこの質問に答える重要な答えとなりますどうやって AI の生成物を信頼できるかどの程度信頼できるかで。 もちろん認証されてもまだ偽あるいは誤っている場合もありますですから我々全員は我々自らを啓発しなければいけないデジタルリテラットそれから AI リテラットリテラシーをこういったツールについて高めなきゃいけないんですそれによって背後にある意味とそれから何が信頼できて何が信頼できないかを知ることができますえ村井先生この同じ質問にお答えいただけますでしょうかははい、はい、あの私 覚えているんですけれども、アメリカの大学を訪問した時に。なんか哲学的なリサーチというのをコンピューターを使ってやっていました。これ37、970代70年代の初めだったと思います。いろんなあの哲学書をこう入れて、そして解析をして人間がのことを理解しようとしたというそういったことをやっていたことがありました。これは？まあ ai が。 ま言語を使ってえそして情報ベースで始まった時代だったと思いますその言語というのは信頼できるものでしたえま哲学書です哲学書がそのまソースだったわけですでは現在はどう違うのかえ特に SSAI においてどう違うのかということですけれどもこの生成というのは SNS のコンテンツであったり IoT のセンサーデータであったりあるいは多くの 情報ウェブ上の情報に基づいて生成されているわけです全てのあらゆるところから生成されていますそれが非常にまセキュリティの上で大変になってくるわけですそしてそのソースもまた正確性データの正確性とかそれがどの程度信頼できるのかそういった情報がどの程度信頼できるのかというのもわからないわけです日本では ま産業の努力として発信者のプロフィールというものを始めていますこれはウェブ上の情報というのが誰によって発信されているのかということを特定をするそれが果たしてきちっと承認されているものなのかということをま同定するわけですそのためには ID と情報ソースが必要になりますそしてそれを追跡可能にしなければなりません具体的なデータの追跡が必要になりますこれはあのに テキストを文字メッセージだけではなくてが正確だということだけではなくてセンサーそのもの,のを同定するということですつまりそのソース例えば気候変動であったりまあそういうことについてもの正確度などというものをモニターしそして話し合って討議してそして 共有をする一つの英知としてそれを共有していくというそういうものでありますありがとうございます村井先生ありがとうございましたでは次の質問に移りたいと思いますでこの国際指針と行動規範の中には AI の開発者がこういった高度な AI を開発するために世界最大の問題である気候変動だったりグローバルヘルスだったり 教育に対処するということが期待されています。では、えこの活動の中で何が優先されるべきだというふうにお考えでしょうか。何かあその行動として、まインセンティブを企業に対して提供する、えつまり行動規範の中に盛り込むとことができるもの、あるいはそのリスク軽減のこと以外にもう 盛り込むことはどんなものが必要なんでしょうかどうぞお答えください皆さんおはようございます今日はあの参加できて非常にあの嬉しく思っております日本政府に対してこのテーマをこのアジェンダの一番上の方に持ってきてくださって IGF の一番上に持ってきてくださってとても嬉しく思います今のご質問ですが民間セクターというのはこの AI のイノベーションを実際に主導していると言っても過言ではないと思いますそういった意味でこの世界の最大の課題に を解決するためにま対処しています。つまり悪いことを最小限にし、えそして良いもの最善のものを最大化するということです。ビンさんの言った通りです。つまりその善の部分をま拡大しようということです。また民間部門としては、えこの ITU の加盟国 加盟として加盟しているというメンバーの一員として、まあ、メタグーグルも IT ファミリーの一つですけれども、まあ、そういったエンゲージメントを通して私たちは何が求められているのかということも分かるわけです。さまざまな洞察であったり 私たちのこの政策立案者とのエンゲージメント規制当局とのエンゲージメントにおいても求めているものが分かるわけです。それは経済のインセンチブであったりあるいは具体的な貢献だったりそれは国際的なレベルでも国家レベルでもそうですし。 そして民間部門をどのようにモチベーション動機づけるかということそれによって社会にま恩恵をもたらすということが目的になるわけですそのためには革新的な官民のパートナーシップこれが一つの鍵となると思いますヘルスケアや教育やあるいは気候の問題というのが挙げられていますけれども一つの例として申し上げるのが 私たちがえー、まあ、学校の接続性ということにフォーカスしてきます。これは w i s プのウィスプの,スのその目標でもあるわけです。えー、まあ、2015年ともともと思っていたんですが、これは達成されていません。ユニセフや民間のパートナーとともに ai を活用しながら学校を。 AI テクノロジーを使っている学校をマッピングしていますそして AI を活用して異なる接続性のコンフィギュであったりといったものも検索をしているわけですもう一つの事例をご紹介します 例えばこの災害管理などというのも政府が日本政府がこれは積極的に推進していますけれども AI にはこの分野における非常に大きな潜在能力があります。日本とともに私たちは WMOUNEP などがこの問題に取り組んでいますけれども AI を使ってデータ収集そしてデータの扱いそして自然天然災害自然災害のモデリングなどをやっています。 そして効果的な緊急時のコミュニケーションなどといったものも推進しています。従って私たちができないことは何もないと思うんです。きちっとこのマルチステークホルダーのパートナーシップを活用すれば非常にポジティブな変化というのをもたらすことができると思います。ボクテルマーティンさんありがとうございました。では同じ質問をなざる副大臣に伺いたいと思います。 はい。私たちも。ま、誤情報だったりえ、偽情報ということに非常に注目をしています。来年ま選挙があります。え、その時には？ 規制を導入しようと思っています情報がデジタルプラットフォームで AI を使って拡散されることを考えてマルチステークホルダーと協力をしながらグローバルなデジタルプラットフォームである Google やメタとの連携というのも考えておりますそしてこれうまくいくと思っています大きなこれ私たちにとって資金責になると思います AI がいかに えこの次の選挙で活用されるのかま政治的なキャンペーンに活用されるのかということの資金席になりますので公平で安全な選挙が来年展開できればと思っておりますありがとうございましたえ村井先生はいかがですかそうですねドリンさんありがとうございます この災害のあの問題ですね自然災害ま地震これは非常に大事なあの日本にとって重要な課題です常にそういった大きな地震などが発生しますしそこからどうやって復旧するかということが課題ですまあ、地震があるたびに発生するたびにデジタルデータデジタルネットワーク え、そういったもののサポートが必要になりますえ、それによってえ人命があ助けられるわけです。ai は。えより正確な信頼のあるデータというものを提供するわけですからえ、次のま日本の大きなこの災害、特に地震に対応するためにま準備をしているわけです。もう一つ、日本はやはり超高齢化社会でありますから。 まあ、あの人が年を取ると、まあ、ヘルスケアという医療の問題というのが大事になってきます。このヘルスケアの問題特に病院であったりあるいは医療データの操作というものが、えー、きちっと処理されてこなかったわけです今までは。まあ、過去30年間はその処理がうまくできてなかったといえます。これ日本だけではないかもしれませんけれども、まあ、世界中でそうなのかもしれません。いずれにしても 私たちはこの分野にも着手し始めまして面白いことにデータプライバシーであったりデータの正確性であったりデータ操作であったりその膨大なデータが操作をされるわけだったりそしてそのハード面での資源リソースというのも非常に深刻な問題になるわけです。これはとても重要な分野だと思いますヘルスケア。 こういった災害管理これはとても大事ですこれは複数の歴責任があらゆるところに存在しているわけでみんなが力を結集しなければいけないわけですからこのセルフアセスメントというのが大事になります第三者がチェックをするということも大事になりますもちろん政府が関与することも大事になります非常に大事ですということで具体的に非常に重要な例として マルチステークホルダーのモデルというのがああこれになると思います。それによってこのまあ AI を活用して将来に向けてさあまあいろいろかやるということです。I would like t 先生ありがとうございました。では次のご質問に行きますが、AI は今後数年間でどのように発展するでしょうか。あそして先進的な AI システムを開設している組織が 社会全体で信頼できる AI を実現するために何ができるでしょうかということでまずクレッグ社長からお願いいたしますクレッグさんからお願いいたしますまあ未来については本当に予想が難しいえ特にテクノロジーがこれだけ早く進展している時にはさらに予想が難しいと思いますただそうは言うもののある程度こういった大規模言語モデルの 発展については予測可能な部分があると思います一つ近い将来多分こういったあの大規模言語モデルの名前通りこれらは大きな言語のモデルなんですつまり言語中心なんですが別に あの視覚的なコンテンツのに中心のモデルがあってこの2つが私は融合すると思っていますつまりマルチモーダルなモデルでつまりテキストとそれから視覚的なコンテンツ両方を取り扱うことができるようなものというのが出てくると思いますそうするとかなりこういったモデルの柔軟性といいますか適用の範囲というのが広がっていきます。それから 学習データでで使われていいる言語言語葉というのも重要です大きな LLM 特に大きなアメリカのテク企業が開発したものはもともと学習が英語でされていました。だからといって開発者がモデルを独自の言語で使えないということではなくて日本ではエライザという会社がグラマに まあこれはオープンソースなんですがそのオープンソース版のラ a m a 2を使って非常に高性能の大規模言語モデルを日本語で日本で開発してます。ただからそういったモデルが将来何て言いますかより基盤的なレベルで複数言語で同時に学習させられるようになると思います。特にあの まあこういったことについて話すのはインターネットの2人のゴッドファーザーがいる中で話すのは本当に緊張します彼らの意見も聞きたいと思うんですがただ想定としてこういったモデルというのはどんどん,どん,どん大きくなっていくと思うんです。 あ,あ失礼そういう想定がありますが必ずしもそうなるとは分かりませんやはり効率性を高めるつまりより少ないデータでより少ない演算力でより少ない資金でできるものと効率アップは必ずあの図られていくと思いますでこういったモデルのアプリケーション特に精錬されたモデルのアプリケーションというのはそれが大きいからではなくてそ特定の 目的のためにファインチューニングされているものというのが性能が一番上がると思います。で、いろいろとあの一般の方々はあるいは社会ではこういったモデルというのはどんどん大規模化すると言われてますけれども、そうではないと思うんです。必ずしもやはりあのそれだけのコンテンツ、つまりインターネット上の公的なコンテンツを再消費したりとかあのする回数というのは限られますよね。あまりにも。 量が多いのでですからサイズというのはやはりリスクとは関係ないとつまりリスクは大規模化すするとところにははないい私は考えています同じ質問をインターネットの父であるサーフさんにもお伺いしたいと思いますが皆さんお分かりだと思いますがインターネットに深く関わったからといって その人工知能についての専門家だというわけではないんです。ですから、まあ実はジューダ・パールという UCLA の有人がいて、トゥーリングアワードというコンピュータ科学のあの最高のあの賞なんです。機械学習と AI について、一つはコーザリティという本を書いてます。それからもう一つが、あ、それコーザリティですね。それからもう一つはブックオブ WHI です, Why ですで彼がそこで言いたかったのはあの大規模な機械学習のモデルというのはあのやはり統計統計学であるとつまり統計学的あるいは確率論的なパフォーマンスを語っている。であのやはりそこの結論を出すためにはこういった大きな 機械学習のモデルが導入しているそのコンサリティつまり因果関係についてのモデルを知る必要があるとで私はここでは機械学習とそれから AI という言葉を分けて使っているんですが因果関係とそれから相関関係という話をしたんですが多分統計を見ると一部の人はタイヤが破裂すると赤ちゃんが生まれると言うんですね。 でその因果関係はそれはタイヤが破裂するのがパンクするのが病院の近くで起きるそしてそれと赤ちゃんの生まれる確率というのが実はリンクしているとつまりタイヤがパンクするのは多分誰かが奥さんを病院に連れていって そして車の中じゃなくて病院で埋めるようにするために必死に走るのでだからタイヤがパンクするんだというような因果関係なわけです。でもう一つの例としてやはり因果関係が重要であったものなんですけれども Google では我々はデータセンターを利確するための大量の電力を使いますコンピューターというのはたくさん熱を放熱しますがある時エンジニアがバルブを調節してあのして そのデータセンター、冷却の電力を下げようとしたんです。そこで、あの機械学習のあのシステムにそのことをできるように学習しませました。そうすると、今までのあの電力の40%を節減することができるんです。ですから、ここでやはり因果関係というのがとても重要で、そしてその因果関係と相関関係という関係をこういったモデルのあの学習に使うべきだと私は思っています。ありがとうございます。では、次の質問に行きますが。 今後指針あるいは行動規範の実施のモニタリングをする企業を支援するためのツールとかメカニズムの開発に特に配慮するべきでしょうかそしてそれが進捗した企業に,対してはについて説明責任を問うべきでしょうかという質問ですでは村井さんどうぞすみませんちょっと質問が7ですね質問7になります つまり指針と行動規範の実施のモニタリングと説明責任です。あ繰り返しになりますけれどもモニタリングあるいは自己評価というのが非常に重要になると思います。どのような組織ででもそのデータを処理しているところでは それが必要ですやはり自己責任でその評価をするべきですまそれは個人も含めてですつまりこれこれに関わる個人も自己評価をしていくことが非常に重要だと思いますまた皆さま第三者独立機関などがそのモニタリングを しそしてその英知を共有することになるでしょう。でやはり社会としてはまあ彼らが何をするべきかをまあ監視しないそして彼らの研究そして教育に対する投資というのは政府そしてあのやはり公共セクターの役割になると思います。それによってモニタリング の AI プロセスのモニタリングの質を高めることが重要だと思います村井先生ありがとうございましたでは同じ質問をサーフさんにあの投げかけますありがとうございますここでの重要な質問は何を測定するかそしてどのような客観的な機能を達成しようとしているのかということだと思うんですがやはりかなりの創造性がないとどうやってきちんと あの大規模言語モデル、それから機械学習モデルなどの質を評価することはできません。私が先ほど言ったその例えば、データセンターの冷却のコストを削減するといったような。測定でしたらかなり明らかです。けれどもより複雑な。 疑問であった場合例えばこの大規模言語モデルがどれだけ皆さんのプロンプトに正しく答えたかその答えがちゃんと使えるものであったかどうかというのはもっと難しいです。つまりそういった客観的な関数といいますか機能をそういったアプリケーションにどう適用したらいいか私はすぐにわ分かりません。たただ一つ言えるのはその帰ってきた そのリスクが高い環境で返ってきたリスポンスの品質を検知することができればそれはハイリスクのアプリケーションが使われている場合そして安全性を最も重要な成功の尺度として使えばよろしいんではないかと思いますサーフさんありがとうございましたででは次の質問です。 僕えー、さんに伺いたいいたと思います、えー、国連機関のトップとしてこのデジタル格差を縮めようその橋渡しをしようとしているんですけれどもグローバルサウスが AI 開発から取り残されないようにしかしながらそれを 責任を持って実施するためには、広島 ai プロセスに対してどのようなレコメンデーションをしていただけますでしょうか。ありがとうございます。ま、もうすでにあの答えをしてくださっているような気がします。けれども。 つまり AI の革命の一部になるためにはデジタル革命の一員といいますか一部にならなければならないということで26億人の人のがいまだにオフラインですこの26億人というのはデジタル的に今日まだ除外されているということなんです。ということはそれ自体が非常に明確なメッセージだと思います。 ま、そういった基本的なあえ、この意味的意味のあるえ、普遍的な接続性ということえ、その基盤にあるのがインフラになるわけです。デジタルスキルもそうですえ、そして先ほどもおっしゃっていました。けれども、アフォーダ、ビリティ、サイバー、セキュリティえ等々が必要になるわけです。そして、具体的なあ、そのレコメンデーションということであります。けれども3点申し上げたいと思います。1点目はえ、これは意味のある普遍的な。 接続性の役割ということでえそれを私たちはこの国際的な指針と行動規範の中にきちっと取り込む必要がありますえ企業が異なる分野例えばキャパシティの構築だったりスキルの育成であったりあるいはジェンダーギャップこちらにも対処しなければなりませんしえそして IT というのはこのキャパシティの開発ということで ことに着目をしていますキャパシティデベロップメントというのは国連の他の UNDP であったりユネスコといったパートナーとも推進しています2点目ですこれはテクニカルスタンダードということで標準です大鈴木大臣からも発言していただきました言及していただきましたけれども技術的なこの 標準というのがやはり前提になると思いますそうでないと効果的なこの指針の実施というのはできないと思うんです ITU はその他の国連機関とともにそしてテクニカルスタンダードの分野にも 注力しています最後ですが、S、これは国連事務総長がおっしゃったことに関連しますこれはガバナンスのギャップ格差についてなんです国連を活用しましょう国連を触媒としてこの進歩のための一つの触媒にしましょうと日本の方からもコラボレーションということが出てきました。 共闘するということこれ非常に重要だと思いますいろんなことが起きてます多くの国が違ったアプローチを取っていますしかしこの共有される経験体験というものが大事です ITU はまこの全のための AI グローバルサミットこれもやっていますし40以上のま国連機関と協力をしていますしそういったとこ場所が経験ベストプラクティスを共有する上で大事だと思います AI のアドバイザリーボディという こういう諮問機関ができるということですからテックエンボイもそこに参加をするということだと思います私たちのグループからはいろいろなそのレコメンデーションというものを まあ発表することになると思います。そして未来サミットにおいてそれを採択しようと考えているわけです。テクニカルスタンダードそれから国連がそのまあ手続きプロセスの一つとしてまあ存在をするということです。ではここで次の質問に移りたいと思いますが、謎あル副大臣に伺いたいと思います。 より広い大勢のステークホルダーの人たちにこういった国際的な指針であったり行動規範に参加してもらうためにはどうすればいいんでしょうかという質問です、はい、これは非常にインドネシアにとっては大きな問題ですね AI というのは まあ、いろんな国で非常にまあホットなディスカッションとなっているわけです。で、まあ、ベストプラクティスも求められています。私たちに啓発を与えてくれるようなそして AI をどのように規制していくのかということに対するそういった、まあ、提案も待っているわけです。ユユネネススココからももいいいいろいろなな提提言がさされれててままますす、ま、た洞察ど供は 基本的なその規範というものを設定するということでまあガイドラインえつまりこの指針えそれから AI に対するレコメンデーションといったものをまあ提案してくださっていると思いますありがとうございました同じ質問を松田さんに伺いたいと思いますありがとうございますこのディスカッション がなるべく包摂的になる方眼的であることが必要です。多様な声が反映されることが大事です。ま組織それから異なるステークホルダーが参加をし、そして長期的な持続可能な持続可能な解決策が出されることが必要です。とりわけこのプロセスの中このプロセスが対話でを通してそして の組織とともにこれが導き出されることが大事ですそういった意味で まディスカッション議論が横にこう広がることを期待しますより多くの声が代表されそして持続可能なものになっていく必要がありますま分断であったり細分化という話が出ていましたまそれは組織や制度においてもしっかりだと思いますえまゴールというのはやはりみなが一貫した形で 全体的なそのリスクやあるいは可能性であったりそして規制のアプローチもそういった形での横のつながりが必要になりますし同じ方向を目指しているということも大事です。各国がそそれれぞれの経験値を生かしてそしてて え、最初そのまあお頼みということをなるべく最小化するということだと思います。ai があこの提供する、そういったえ、恩恵を最大限に享受できるようにする必要があると思いますえ、それこそが未来に向けての方向だと思います。マルチマスます多国籍というアプローチですし。 グローバルデジタルコンパクトというのがその一つだと思います。いかに我々がこの ウィシスのマンデートを、まあ、新たにするかということだと思います。私たちのエネルギー、努力といったものを、そこに向けて結集していくということで、そして。すべての人が、自分こそが、その主体者だというふうに、考えることが大事です。松田さん、ありがとうございます。同じ質問を、ウォンさんに伺いたいと思います。はい。あの。 あの同僚の皆さんのおっしゃる通りだと思います。やはりこういったあ。お互いにこうま相談をしながら、あ、この国際指針、国際的な指針や行動規範を作っていくことが大事です企業や組織が説明責任を果たすことが大事ですし。しそれ以外のま g7 以外の国のまリーダーの人たちの声も必要。 です。例えばアセアンであったり、あるいは小国のリーダーの人たちの声というのも大事です。そしてグローバルサースの声も当然大事になってくるわけです。それによってまあ行動規範であったり、え指針、国際的な指針といったものをまとめていく必要があると思います。非常に豊かな多様なそういったまあグローバルなあそういった要素を反映していくことが大事だと思います。それから産業界 との協力も大事ですステージにいらっしゃる皆様それ以外の多国籍の多様な皆様の参加が必要ですテクノロジーをテストしたりあるいはもう自分が、まあ、その手を汚してこのアプリケーションだったり具体的な開発をしていくということだと思います。 そしてマルチステークホルダープロセスというのは下流も大事になるわけですからその辺も考慮するべきだと思いますワンさんありがとうございましたワンさんありがとうございますこれが最後になります先端 AI システム 開発者向けの国際的な指針と行動規範の作業に加えて広島 AI プロセスではすべての AI の関係者にとっての指針の策定それから国際機関とのプロジェクトベースの協力などを促進してきます。でこういった た将来の作業の成果について、え何、まあ、どのような成果が生み出されるかということで、何か共有していただくものがありますか。で、最も緊急に重要な成果なんでしょうか。まあ、今日のディスカッションから。これはウォーカーさんです。まず責任、それから、オプションリティ、機械。このツールのですね、機械もハイライトすることが重要だということです。ヴィンセントさんはこれを AI アイと呼んではいけない。えこれは演算統計コンピューティションのステティスティックスなんです。でも、これは素晴らしい。 ツールでででありりまますす将来をなな形で予測るることができるようになりました例えば1週間後の天気も予測できる一日先の天気しか予測できなかったのです。それから地震についてもそうです。日本はあの今日地震があったということでアフガニスタンも数日前もう何千人もの方が亡くなる地震がありました。もうちょっと と早期警戒を与えることができれば素晴らしいですそれから山火事がどこで発生するかどこに広がるかということが予測できるようになりましたまた洪水もそうです世界の80カ国をカバーする洪水予想システムというのができました各国政府は協力しながらどうやってこういったツールを実施しそして市民の手にもたらすことができるかということこれはとても重要なアジェンダですそれに対してはトレードファーがありますつまりオープン性対セキュリティそれから透明性そしてどうやって こういったツールのの責任を定義するのかどうやってツールを規制するのかそしてどうやって各モデルを分類するのかでも政府というのはこれを正しい答えを見つけ出すための最先端にあります。さらに我々はどうやって で研究に投資をして研究用のツールそれから計算用のツールを世界中で使えるようにするかとかそれも決めなきゃいけないそれから将来の,あの作業をどう規定するかです例えば日本のような国では生産性を高めなければならないわけです労働生産性はとなると仕事の内容も変わりますどうやって世界中の労働者 が新しい AI が可能にするより生産性が高いそしてよりウェルビンのそして健康な人生が生きれるような世界を夢見るようにできるのかですから例えば AI for good についての ITU その他の作業を通じてこういった潜在性を我々は実現できると思いますそこでやはり国際社会に対して楽観的そして前向きな行動を起こしてまさにこれを実現していただきたいと思います。ありがとうございますではクレッグさん 同じ質問です最も影響力のある成果影響のある成果は何かというご質問でしたね私は広く言えばやはり透明性ではないかと思います今このような状況になっていてそれだけこの数ヶ月で議論が沸騰している理由は やはりある意味での神話がこの技術を中心に作られてしまっていますまあ、これは確かに強力ですしそしていろんな意味で変革を引き起こしますがただケンさんは何とおっしゃったんですっけ あ、コンピューティショナルスタティスティックですか。そうですね。え、計算用の、まあ統計に過ぎないと。まあ、私は、これは非常に大きなオートコンプリートのシステムのようだと思います。特に、大規模言語システムというのは。あの、これは、次のトークンとか、次の言葉が、人間のプロンプトに対する反応で。何であるべきかと予測しているだけ、なんですね。大量のデータ、そして大量のパラメータを使ってやっているだけです。ただ、この議論の中では、そのテクノロジーを増幅しすぎているんではないでしょうか。 このテクノロジーに持っていないような力を与えてしまっているそしてそれが持っていないようなインテリジェンスを提供してしまっているんですつまり人間化してしまっているということですこういったシステムというのは物をしているわけじゃないただただ非常に優れた推測ゲスの能力を持っているだけなんですですから我々をできるだけこの技術を透明化しなければいけません透明化というのはつまりメタとかグーグルのような大きな開発企業がそのモデルを開発する手段それからどうやってデータを使っ モデルウェイトの運用それからどのようにレッドティーミングをやってその安全性を担保するのかそしてそれを研究者にどう公開しているのかについての透明化です。それからユーザーザに対すする透明性も必要ですこれは広島国際的な指針について来歴管理それから予測可能性そして電子透過しについての作業が含まれてますけれどもやはり最初にしているものしていないものについては予測はできないわけです。 将来のコンテンツというのは AI とそれから人間の創造性の間のハイブリッドになります。となるとそれをどうやって特定するのかどうやって。 その何かが AI で生成されているものを検知したらそれが一つのプラットフォームから別のプラットフォームにどう移動するかどう特定するのかインターネットというのはサイロ化されているわけではなくコンテンツは自由にインターネット世界中で流れますですから透透透明性透明明性性性ですつまり人々に対してこのテクノロジーは彼らのためにあるんだという安心感を与えられる彼らがテクノロジーにサービスのためにあるんではないということを安心感を与えるということです。 ありがとうございます以上が最後の質問でしたそして司会として今日のディスカッションをまとめなければいけないんですねただあと1時間ぐらいないとこのディスカッションのまとめはできませんですので1つ2つコメントをこのパネルについてご紹介したいと思いますあの今回このパネルディスカッション本当に楽しませていただきましたで我々は この国際的指針と行動規範を中心に議論したんですがここで伺った話はこういった指針行動規範以外にもいろいろな取り組みがあって各組織国際機関あるいは企業そして国連機関などが独自の法的な枠組みそして文化などを活用してそしてこの新しく開発されたテクノロジーつまり生成 AI 対対する対策それから AI システムとかサービスサービスの中には機械だけではなくて人間とのその相互作用なども含まれていますでそういった対策を作られているでもそこが重要な点でそれによってこの問題をより複雑化しているんだと思います で先ほどクレイクさんが最後におっしゃった通り透明性がとても重要ですそれからもう一つのキーワードとして繰り返し聞いたのがコラボレーション,ション協力ですアジアフォーラムは数日間の日程がありますのでですからこのトピックの重要性そして我々開発者としてあリえは 導入者としてあるいはユーザーとしてこの新たなテクノロジーに直面してそして社会をより向上していくためにどうしたらいいかということを話し合う機会がこの IGF フォーラムではありました。今日のこのこパネルが優れた指針となって広島プロセスに を導くことを祈ってます。またこのトピックに関連関心を持っている人々の一つの指針となることも願っております。ではあのここで止まらないとずっと喋ってしまいますので最後に日本の総務大臣鈴木純治総務大臣に締めの言葉、最後の閉会の言葉をいただきます。はい、皆様今日は大変貴重なご意見をそれぞれ賜りまして本当にありがとうございました。 岸田総理からの基調講演でもあり言及がありましたところでありますけれども、生成 AI は国境を越えてサービス提供されまして、世界中の人々に関係するものでありまして、インターネットに関する世界中のステークホルダーが集う IGF の場で議論できたことは極めて有益であると思います。生成 AI は大きな可能性とリスクを有し、社会を大きく変える可能性を秘めた技術であります。本日の議論が、生成 AI の持つリスクに対するわれわれの認識を深め、 また生成 AI による可能性を地域や立場を超えて共有するための大きな一歩となったと確信をいたしております。本日、国際機関、各国政府、AI 開発企業、研究者、市民社会を代表する方々からいただいた貴重なご意見につきましては、今後の広島 AI プロセスにおける議論に反映していく所存であります。併せて人工知能に関するグローーーーバルパートナーシップ GP の下で新たな AI 専門家支援センターを立ち上げ AI の課題に対処し可能性を広げるプロジェクトベースの取り組みを進めていく所存でありますこのような社会課題の解決につきましてその向けたプロジェクトベースの取り組みにつきましては昨日 d ロで Day0 で実施した総務省主催のセッションにおきましてもグローバルサウスの政府党からの期待の声が寄せられたところであります本日の議論も大変有意義なものでありましたけれども AI ガバナンスについて議論する際に 引き続きさまざまな関係者の意見を伺うことが重要であり、今後ともこのような取り組みを続けてまいりたいと思います。本日は、ご多賀さん、そしてご清聴、にありがとうございま h とにありがとうございました。以上をもちまして オープニング特別セッショングローバル AI ガバナンスと生成 AI を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。す、え、べ、ー、てのパネリストの皆様に再度拍手をお願いいたします。以上でパネルを終わります。では MC の方にマイクをお戻しいたします。ありがとうございました。皆様 ハイレベルパネル後、AI のセッションを終わりたいと思います。では、皆様の参加に御礼申し上げて、またスピーカーやパネリストの皆様にも感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。